そしてその時は見て、こんな感じで、はい、こっちから入れて、腕一回動かしてみて、どれぐらい動くか、その程度、そんだけ、よし、はい、これだけ、さっと、歩いてどう？違うでしょ、もう向こうまでずっと、向こうまでどうなったら違ったり、え？うん、ありがとう、それですごい良くなってるけど、あれとって何か分かるかな、感じるかな、肩もここがあるかな、うん、そこは前出てくやろ、うん、腰が入ってるし、スムーズにやる、スムーズでしょ、はい、ちょっと腕動かしてみて、それで先より上がってるでしょ、もっと女真面目にもうちょっと刺さったらいいね、刺さったらいいそう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 、それぐらい好きです、遅いからね、うん、遅ければ遅くほどなんかおかしくはなんね、はい、あと2回ね、そう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 、ここはなんか出るような感じ、そうそう出ていく、そう出るからいいね出るから姿勢も良くなるね、はい、はい、もう1回だけ、はい、足軽いと思うよ、うん、軽いです、軽いです、うん、で、こっちへ来て、ここでもう一回動かしに行く、はい、また上がるやろ、だんだん、今3往復、さっき飛んだんやったかな、そう、3往復3往復やから、うん、だん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 上がる、ここまで上がってるわ、だよな、で、これで外してもう一回だけあって、どんなもんか、自分の、これが自分の歩き、なんか重たい、重たいやろ、でも重たいけど、それ分からんけど、そうやって歩いとってんのが重たいやろ、なんか重たい、重たいやろ、ほんで腕動かしに痛なってきたやろ、だから痛なるって、絶対痛なるって、どこに痛いんですか、